男子 400m ハードル決勝、出場の選手をご紹介いたします。2レーン森田遥人、一律船橋。3レーン大垣武人、宇都宮。4レーン村山陸、船橋方面。5レーン森田大輔、一大桜ヶ丘。6レーン栃木正吾、一律柏。7レーン大沢光也、杉戸。8レーン荒井光、国立。男子 400m ハードル決勝、5レーンは森田大輔、内大桜ヶ丘。内側の4レーンは船山陸、船橋ホール。先頭は森田大輔、内大桜ヶ丘。大会記録は51秒92です。6レーンの栃木正吾、一律柏。速報です。1着は栃木正吾、一律柏。51秒78の大会新記録です。おめでとうございます。2着、森田大輔、一大桜ヶ丘、53秒14。3着、船山陸、船橋方面、54秒28。4着、荒井光、国立、54秒34。5着、森田遥人、一律船橋、54秒81。6着、大垣武人、宇都宮、56秒19。7着大沢光也、杉戸、57秒88でした。結果確定です。Got it.